じゃーん。朝食はね、天津飯です。はい、どうもリアルバッキョーです。さあ、今日は撮影の日なんですけど、まあ、朝食はね、もう制限なく好きなものを食べようと決めてたんですよ。で、朝起きて食べたくなったのが天津飯なんで、ちょっと作りましたよ。これはね、ジュラシック木澤さんの YouTube で紹介してた作り方で作りました。うまいっすよね。いただきます。うん、うまいわ。はい、ということで、これよりレオンハートさんにて撮影に行っていきます。ちなみに本日の撮影はトレーニングの撮影と、あとですね、まあ、スタジオでのフォト撮影となります。これはですね、一応簡易的なトレーニングガイドブックみたいなのをちょっと作って、まあ、後々視聴者プレゼントみたいな形でお送りしようと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。ちなみにそれと同時に、もっとさらに豪華なプレゼントも用意してますので、ちょっと報告の方ですね、楽しみにしていただければと思います。では行ってきます。その表情めっちゃ来てる。もういっちょー、もういっちょー。オッケー、よっしゃ。あー、やばい、来たんじゃないか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 。ね、方へ向けているから、生きるため走り出す。夏の始まりは空や風も咲いてる。雲だけが、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 雲だけ記憶を覚ますほどの突き刺さる想いは、いつだって手の中に壊さずに握る、伝えた。おお、いいね、いい、いいじゃん、ちょうどいいね、竹的に。それですね、トレーニングの撮影が終わったので、今回はですね、アニマフォトグラフさんにて、まあ、体をね、しっかりとスタジオでかっこよく撮っていただきます。それでは切りましょう。うわ、ちょっと待ってください、めちゃくちゃおしゃれですよ。ちょっといいですかね、こっち。すごい、長崎とは思えないおしゃれな空間ですね。ということで、この空間で僕をちょっとかっこよく撮っていただきたいと思います。では夏の真ん中を青い空が包んでる。この映像絶対やばい、すごいですね。Bye.
おおすごい。うわ。あれやってみたら。わあそうだね。はい、ということでね、撮影が終了して今ですね、こちらじゃじゃーん、アルティスタさんですね。アルティスタさんの一重カレーですかね。やばいよね。やっぱりやばいですね。肉がほろほろでほろけてますよね。チキンとハンバーグ。そう、節制した中でのカレーは果たしてどうなんでしょうか。僕は節制しないですけどね。食べていきます。ということで、今年の僕の挑戦、終了しました。ご協力いただいた、レオンハートさんに、デジマグラフさん、そして、アニマフォトグラフさん、ありがとうございました。そしてですね、今回撮影した、筋肉のショーはですね、まあちょっと、完成次第、こちらの、YouTube の方でも、ちょっと報告していきたいと思います。そしてプレゼントコーナーの全貌も明らかにしていきたいと思います。ということで本日はここまでですね。ありがとうございました皆さん。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよならバイバイ。じゃあね。いやー、チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイ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 。標的をこの僕の方へ いいよ、ケツみたいな胸、ケツみたいな胸、いるから生きるため走り出す。